女優の中条あやみと七尾が、28日放送の TBS 系、中居正広の金曜日のスマイルたちへ、毎週金曜夜8時57分に VTR 出演。劇場版、東京メール、走る緊急救命室、同日公開、で共演する俳優の鈴木亮平について、衝撃的なエピソードを明かした。七尾。鈴木亮平の徹底した役作りに、ここまでの人は見たことがない、鈴木について、クレイジーだなと思いますね。誰もが多分思ってると思いますけど、と話した七尾。映画のクランクインが地方であった、際に、鈴木が移動の時に、医療機材を自分で持ってたから、空港の保安検査場で全部引っかかって、と、地震機やマイハサミ、マイメスなどを所持して引っかかっていたエピソードを紹介。さらに、普通に医者のような装いで来る、そうで、家でもやったりとか、待ち時間でもやったりとか、と、手術の手の動きを常に練習していると明かした。鈴木の徹底した役作りに、七尾は、ここまでの人は見たことがないですね、と感心したようにコメントした。バル、中条あやみ&七尾、鈴木亮平の規格外の演技を明かす中条は、鈴木のすごいと思った演技について、スタンジャへの対応シーンの合間合間に入れる声かけをチョイス。実際医者の方が、患者さんと向き合っている時の声かけ、とか、どう言ったら安心してもらえるかっていうセリフとかを考えたりされてる。そうで、台本にないセリフをめっちゃ足していく、のだとか。実際の現場の臨場感さながらにセリフを加えていく鈴木に、中条は、どんどん現場で足していっちゃうから、ちょっとなんかもう怖いです、と、困ったような表情を見せた。また、七尾は極限状態でのワンテイクの超セリフを上げ、NG 出しても焦らずに、冷静になってもう一回反復しながら何回も、シーンを、こなしていく、様子に、この人、人間なのかな、ってちょっと思いました、と、鈴木の不屈の精神に圧倒されたと語った。